皆さんこんばんは、 MK です。ルイージマンション 2HD パート33やっていきましょう。今回も前回に引き続きテラータワーの方を進めていければと思います。前回で18階まで登ることができたということで、今回は19階から、果たして MK さんは最上階の25階たどり着くことができるのか楽しみだという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてお化けいなすぎじゃないか、めちゃくちゃ探し回ったんだが、そしたらはい、いきなり、サングラスのやつが出てきましたので、こいつしっかり外そうと思ったけど、うまくいかないね。じゃあちょっとサングラスじゃないやつらから倒していきましょう。そう、前回ね、オバキュームも強化されているということで、結構吸い込みスピードが上がっております。これもうまく活用して、次のフロアのボスお化けやっていきましょうか。そう、5フロアごとにね、テラータワー限定のボスお化けが出るという仕様になっておりまして、今のところ、5回、10回、15回、被っておりません。ただまあ全部で確か48種類だったか50種類だったかいたはずなので、まあここで被ってたら大問題でございます。今回ぐらいはね、ちゃんと最後まで被らず、できるように皆さん応援の方よろしくお願いします。なんですが、ちょっと待てよ、これ紫から行った方がよくねえか。紫も出して、はい、あーこれできればトリプル狙いたかったな。まあでもごちゃごちゃ言ってもしょうがない。この赤はね、結構さ、結構あれなんですよ、ダメージを20与えてくるので、かなり攻撃を受けるの意識しないといけません。ちょっと今寝起きだからさ、あんまり喋れてないところがあったらごめんなさいなんですが、まあそれもいつものことということで、まだいるな。どこだ、ダークライトの、うわーびっくりした、ダークライトのメガネは今つけてるんで、ダークライトじゃないと実体化できないものも見えてるんですよ。だからまあこれは結構時間短縮にはなるよね。まあでも言うて、あー最悪、ここのフロアでしか、フロアっていうか、ここの階でしか使えない。ちょっと待って、めちゃくちゃ遠くまで来たのにさ、めちゃくちゃ遠くまで帰んないといけない。これかなり運が悪いマップじゃない？時間気にした方がいいな。はい、でここがスタート地点だったっけ、違うな、もう一個右がスタート地点、違うな、もう一個下がスタート地点だわ。だいぶ遠回りしたんだな。で今鍵持ってないんだよね、一個も持ってないね。オッケー、うわこっちだったら簡単だったのかも。待てよ、赤しかいない、うわ赤しかいない、うわ3体か、落ち着け、これ一気に行きます。オッケー、もうこれができんだったらこれが一番早いからね。はい、でここトリプル吸い込み、素晴らしい。いやーよかったー、なんとかなって。待ってこれさ、体力回復でき、ちょ待て、ここの赤コインチャレンジ大事だった。ただ結構遠いかも。待て、あー最悪、無理かも無理かも、ちょっと待って、場所最悪かも。落ち着け落ち着け、次が10、ここ18階、次が19階、ちょ分かんなくなっちゃったけど、どっちみち、うわー待って厳しいかも。落ち着け落ち着け落ち着け、はいはい、まだ間に合う、まだ間に合う、まだ可能性ある。ま、あ上じゃない、ルイージー、やらかした、マジか。いやでもこれしょうがないだろ、今のこんなに入り組んでるして、ここ19階、うわー19階だ、やっべー、やらかした。20階がボスフロアだから、これオバキューム強化したかったんですよ。あーしかも体力もね微妙にないわ、体力も微妙にないわ、待って超不安。でもやるしかない、複数体じゃないやつがいいな、1体か2体で済むやつであってほしい。一応時間も気にしよう、はいはいはい、とりあえず体力全回復、下か広いとこで戦いたいよ、違うな、右か、ほい魂扉間違えんなよ、はい上か、じゃあ確定だな、え確定だね、新しいやつ、ちょ新しいやつではあってよ、本当に。なに、どこ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 、見えない、見え、待って、コウモリいるわ。まずコウモリ倒す。どこいる、あー、初めてのやつだ、お花柄、あ、お花柄、かわいいね。かわいい、紫のやつ。うわっと、他のもいるな。ちょ待てよ。普通にそいつもいるのやめて、普通にそいつもいるの嫌なんだけど。ちょ待て、コウモリがマジ、チク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 刺してくる。コウモリ先かも。ただ、あいつ移動できないから、そこは結構ありがたいな。で、貝が残しとこう。コウモリいるな。コウモリどこだ？オッケーオッケー、コウモリやった。コウモリやれんのって、こいつ簡単かも。こいつ動かないから。ただ、これやってる時にさ、赤、うわ、ずっとその地面とかが出てくんのが嫌だな。これ1プルごとの方がいいから、いって。まだ大丈夫。まだ全然大丈夫よ。まだ全然大丈夫。はい、で、ここ、2プル吸い込み。こいつ終わらす。地面から出さなければ、こいつって攻撃してこないから、結構簡単な部類だ。で、こいつも終わらせて、体力、なんだ、びっくりした。なんだ、これ今。てててててみたいな。誰の声？
え全然わかんなかったけども、はい、で2プールいけるね。はい、でさらに、うわ、こいつあれか、古文出してくんのか。いけるいけるいける、まだいける、全然いける全然いける。なんなら水筒まだぜ、うーん、しょうがないしょうがないしょうがない、それはしょうがない。待て、いるか、あいつ先吸い込んだ、まだ時間の余裕あるから、こいつ先終わらせた方がいいな。はい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 、もう余裕ある余裕ある、大丈夫、あと3分あるから時間かけていい、体力の方が大事で、こいつも実体化させてちゃんと一体一体やるよ。でこれ2プルで吸い込めば、あの金の延べ棒になるから1プルでも倒せるんだけど、ちゃんと2プルでやろう。はい、でここ3分あるからね、うん、大丈夫大丈夫。でこちらも、はい、金の延べ棒にします。で、はい、君パシャッとやって、残り108、一旦2プルで20ぐらい食らわせて、まだいけるまだいけるよ、はい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 、まだいける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 、なんなら終わる、なんなら終わる、なんなら終わる、オッケー。あー、今のはどういう判定だかわかりませんが、クリアできたら何でもよし。そして体力、うわ1個だけ、ちょ体力ねえかも。ただここは簡単だわ多分、あーめっちゃ簡単、うわーよかった、なんか簡単なボスで、しかもかぶってないしね、お花のかわいい、なんかなんていうんだっけ、なんかそれぞれ名前あんのよ本当は、あの紫のやつとか黄色いやつとかにね。でも MK さん覚えてないんだ、うーんと、はい、これでなんとかコンプリート。ちょっと体力が心もとない、次で回復したい。で25回があのラスボス戦になるから、でラスボスはね固定だったと思うのよ、だから、まあ、そこはあんまり気にしなくていいけど、赤コインはあのちゃんと揃えないといけないからね、あの赤コイン4枚はラスボス前にちゃんと揃えて、このオバキューム2倍とかのやつはもらっておきましょう。今なかったのにようクリアしたな、まあ簡単なやつだったからな。はい、21回、ちょっと今回で25回までちゃちゃっといっちゃおうぜ、この辺もあのほんと時間かけずに終わらせたいと思います。上だな、上、私の予想違うね、外すね、外してると時間ないんだよな。で体力これちゃんと回復しないとね、時間かけてでも体力はしっかり取っていく。このちっちゃいハートが10で、でっかいハートが20だよね多分ね、これ覚えとこうちゃんと。あー、まただこのなんか果物系からはちっちゃいハートしか出ないんだけど、個数が出てくれて助かったね。うわー、すんげえ無駄足した、まあ、体力回復できたから無駄ではないか。こんにちは、いるね。あー、まあ君たちだったらいいわ。でパシャッとやって吸い込んでく、無限だけども、はい、ちゃんとニップルでいきますよ、延べ棒欲しいからね。で、あー、そうなるか、そうなってきますか。待て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 、おい、こいつを終わらす。で待て、なんかくるくるくる、うーわー、後ろ、ちょ落ち着け、大丈夫、全然大丈夫、一気にいければそれで終わりだから、オッケー。ニプルできたらもう、ニプルってかダブルスイッコミできたらね、他のやつに攻撃される心配もないですから。で体力回復したい、体力出てきて、あれ体力出てきて、ちょ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 、ダークライト下手くそ、よし、オッケー。君体力、お金、お金じゃない方がいい、オッケー。赤は体力、黄色はお金が確定だったらいいんだけどさ、確定じゃないんだよな、赤でもお金出すことあんだよ。これ待て、一応体力か、体力だけもらうね。あー、お金か、まあお金も25フロアまでにもう一回オバキュームが強化できるんだったら集める価値あるから、うん、集められるとき集めよう。ちょっと次でゲージちゃんと見よっか。ほい、で待てよ、その爆弾怖いな、あ、爆弾先にやっとくね、爆発させとく、やめてやめてやめて、結構範囲が、結構範囲、あ、結構範囲狭め、よかった。はい、でこちらしっかりかぼちゃ吸い込み、うい、待てよ待て、これトリプルいけないか、トリプルいけないな、トリプルいけないか、トリプルいけ、いける、うまいね、あ、うまいけど、あー、ちょっと吸い込み方だけ下手くそだったわ、いいんだよ別に。でハート取って、うわー緊張する、この辺でやられたらもう泣いちゃうよ。 MK さんいるな、赤か、赤の声するな、1体じゃないよな、3体、結構オッケー、3体きつないって言おうとしたらきつないんだな、これが。オッケー、素晴らしい、ちょマジで連動が上がってる、うますぎ。これさ、ここじゃない、ここは出ないわ、真ん中まで移動する、一気に、ここは出ない、ここ出ないよ、よし、やっぱりね、なんかね、なんかなんとなく法則分かってきてるんだよ、なんか一直線すぎるとこには出ないんだよな基本的に。で入ったことない部屋も含めてなんかぐるっと回れるような配置で出てくるんだよ赤コインって。この辺をちょっと一周目で学べてよかった。はい、オッケー、みんな大丈夫、ついてきてる、ちょっと私はほんと緊張してる、この辺でやられた時に目も当てらんないから。はい、これで21回クリア、掛け算がいいな、かける2と掛け算があるからシンプルに掛け算の方が、うわ、まあメディカルオーバーキュームなしじゃないんだけどね、
これ体力絶対回復できるんですよ、お化け吸い込んだ時にね。もう一通りアイテムは見たって感じか。ダークライトとメディカルオーバキュームと、あとは吸い込み速度上がるかけにかけさんとマップがあるんだよね。他には多分ないと思う。あったか、ちょよく見てないけど多分なかった。はい、ということでこっち、いるな、お化け。まあいや、こっちもいるからこっち先だ。はい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 、君たち先で、これ終わらせて、青を、あ、待って、あ、それダメだ、うわぁ、ルイージ、危ねえ。今の食らってないんだったら結構余裕だわ。今の大丈夫なんだ。危ないね、ルイージ。お前、まあ、メディカルオーバキュームだからね。多少食らっても全然大丈夫。いるな、いるよな。え、なに、なに、なに今の。え謎の硬直、謎の硬直が発生しました。え、1プルからの2プルで、華麗に終わらせる。で、いや、下行くか、一応。そうだな。いる可能性ない。あ、でもさらに下の可能性あるな。一応行こう。さらに下いない。よし、オッケー。だとしたら戻る。で、戻る時も近道は左だけども、そこはマップで見るとちゃんと隠し扉じゃねえや、騙し扉になってるので、それ意識して、ここだな。赤じゃない方がいいな。まあまあまあ、緑だったらいいや。あ、ピンクいる。ピンクも厄介なんだよな。まあまあまあ、やら、なんかね、びっくりさせるときとね、攻撃してくるときあってさ、びっくりさせるのはいくらでもどうぞって感じなんだけど、攻撃させる、攻撃してくるののときがきつい。で、一応ね、待機モーションでわかんのよ、パッと見。わかる？みんな。なんか、両手を広げてるときは、びっくりさせてくるのね。なんだけど、なんかこう、下向いてるとき、私の感覚ね、下向いてるときは、攻撃してくるの。え、なんて言ったさっき。両手広げてるときは驚かしてきて、下向いてるときは攻撃してくんの。だから、攻撃してくるモーションのときは、一回、オバキューム離さないといけない。まあでも、それも学べてきたから、これストーリーモードじゃ私意識できてなかったからさ。あ、上出てくるか、複数体。まあまあまあ、最悪だ、うわー、マジか。やって最悪多少食らっても、まあまあまあ、メディカルオバキュームなんでね。で、下のやつ気づかれないようにしたいな。あー、まあまあ、いい。とりあえず、ここ2プルで終わらす。で、はい、メディカルだからハート出てくる。これ、後ろに出てくんだよな。下に出て、前に出てきてほしいんだけど。ね、まあ、仲間をこれで回復させてってことだと思うから、後ろに出てくる仕様なんだろうけどさ、後ろに出ると、せっかくメディカルオバキューム持った人がさ、取りづらいんだわ、ハート。ということで、こちら終わらせる。いいぞ、早いぞ。で、今回の配置だと、うわー微妙だな。右だな。右と見た。左じゃない、多分。ほらね。なんかね、なんとなく法則分かったわ。なんて言うんだろう。遠すぎる。最初出てきたフロアから遠すぎるところには出てこないんだと思う。なんか、やってる感じ。はい、で、こちら吸い込む。間に合うね、これ。え？ほんとか？ほんとか？ MK さん。間に合うか？ほんとか？いや、間に合うね。3、2、1。扉さえ開ければ、なんとかなる。ほい！ほらね。扉開ければなんとかなるのよ。今みんな間に合わないと思ったでしょ。私絶対間に合おうと思ってたから。はい、これで22回クリア。ちょっと順調すぎるな。順調すぎるよ。よし。え？あ、もうこれ、やっぱなさそうだな。オバキュームの強化は。あ、じゃあお金は無理して集める必要ないかも。うん、今オバキュームの強化もうなさそうだった。だから、金塊とか狙う必要ないわ。1プルで終わらせれるときは1プルで終わらそう。で、お金はもう拾わなくていいと思う。よし。いや、これ分かっただけでもでかいわ。もうお金拾わない、私。で、お金執着しない。こっから。よろしく。ほい。で、ハートはまあ一応ね。あー、出たよ。待て。いや、なんだかもこれメディカルオバキュームが安定する気がする。なんで？なんで今手前のさ、緑の子たち。おかしい。なんで？なんか緑の子たち今おかしくなかった？なんで今ライト当てたのに吸い込み判定出なかった？え？ウィージのなんか謎の判定が、まあまあまあいいや。で、体力も別に今拾う必要なし、右か？右。と、なんもない。オッケー。で、もうその体力も満タンだから絵画も構わない。急げ。いる？いないな。音楽でわかるんだよ、なんか。部屋の暗さだとさ、なんか、曖昧でしょ？みんなも見てて。部屋の暗さっていうよりは、音楽と、あとマップ右上のマップ見て。右上のマップが黒くなってる時はいるので、お化けが。で、なんか、薄い透過色みたいになってる、今で言うと B のところはいないのよ、もうお化けが。で、A のところ暗いじゃん、背景が。この時はいる。もう全部わかるようになってきた、テラータワー。いいぞ。まだいるな。え？まだいる。こういうとこ？まだいる？え？何食らったの今？ネズミか。ああ、それか。そいつ、さっきなんで気づかんかったんだし。え？
さっきそこ通ったけど、思いっきり通った時いなかったぞ。ちょ、ネズミ、ネズミやめて。よし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 。赤コイン取りに来る時とかもまた邪魔される可能性あっから。で、あー、ここ部屋分かれてるか。左確定だな。よーし、危ない、落ち、うーわ、分かってたのに今。しょうがないな、落ち着け。待てよ、まずまず、はい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 、この紫を終わらせる。で、そのおい、サングラスとヒゲメガネがいる。ヒゲメガネはいい、もうそれおもちゃじゃん完全に。はい、でこ、あ、待って、ルイージ、ルイージ、違う違う違う、方向が違う。これ方向って変えれないのかな。私のやり方下手なだけかも。ということで、もう金塊はいらない、金塊いらない。で、こちらパシャリとやって、おい、吸い込んで、素晴らしい。もう2分で終わらせられるようになったわ。これ右です、これ赤コイン右だから E の部屋で待機。マジで分かってきてるから。あ、ここでいいな、 D でいいな、これだったら。よしよし、あー、ちょっと待って、あ、取ったのか今、びっくりした今、何が起こったのか分かんなかったけど取ったんだ。はい、で、あー、ちょっと待って、 E から行くべきだった、やらかしたかも。いや、で、言うても部屋が狭いからなんとかなるな。9、8、7、6、5、5、間に合う、4、3、部屋狭くてよかった。広めの部屋だとさ、端っこにあったりするからさ。よし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 、順調順調。これで23回クリア、フロアとクリアが混ざったわ。24回絶対赤コインやんないといけないからね。24回マジで赤コイン。かけ3、うわ、次で引きたかったな。まあ、次でも引けばいいだけの話。いくぞ。ここはマジで赤コイン。で、かけ3引きます。ちょ、もっとこれ、ああ。まあ、でも狭い部屋で始まったからいいけど、4箇所行けるってのはやばいかも。4箇所行けるの厄介だな。はい、右。いない。鍵あるけど、鍵まだ使いません、あえて。そこ、もしかしたら鍵使わなくても行ける可能性があるんで。で、はい。こっちいるね。お、ぶねー、気づいてよかった。で、ここ、はい、パシャ。待って、パシャ。嘘でしょ。先にじゃあ、スイカだ。スイカ回収からの、待って。おい、いない。ちょっと待って、あ、ぶぶぶ。青だな、先。はい、青を出して、おい、ダブル、うわ、嘘でしょ今の、無理か。まあ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 、避けれたからいいや。で、君終わりで、はい、もうお金執着してないんで、吸い込めるときに吸い込みます。で、はい、君こっちですよ。そのウォーターメロンやった方がいいね。そのウォーターメロンはちゃんと体力にしましょう。いけ、ルイジ何やってる、よし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 、変な時間かけないでくれ。で、体力満タン、いるね。あの、赤だけやめてくんねえか。あ、ちょっと、あ、びくしゃ、びくしゃ、びくしゃ、待て待て待て、持ち物多すぎ、持ち物多すぎ、持ち物多すぎ、君たち、君たち持ち物多すぎ、ちょ、一人一個まで、いや、一人一個か、一人一個ではあるわ、一人一個まで、あ、ぶぶ、それ叩いてくんだよ、はい、それ吸い込むよ、はい、それ、ダメだよ、隣の農家から盗んできたんでしょ、ちゃんと生産者の方に、あ、ぶね、返してくださいね、こう聞いて、ダブル吸い込み、決めていく、ちょ、待って、うますぎるな、で、上か、あと一部屋だな、感覚的に。ってことは、あー、その横だ、 B だ、だから E の上だな。 OK、 めっちゃ早いわ。で、体力今100だから、で、さらにやってない絵画も結構あるから、体力100の状態で25回にはいける。問題はここでちゃんと赤コインを全部ゲットできるからな。よしよしよし、いたな今。 OK、 ピンク先、ピンク優先。 OK、 いい、全然いい、全然いい、正直全然いい。で、はい、君たちダブル吸い込みからの、いいよいいよいいよ、全然悪くない、悪くないよ。で、ダブル吸い込み決める、終わり。 OK、 で、ちょっと待って、赤コイン判定が出る前にちゃんと、うわ、ここ関係ねえな、落ち着け、大丈夫、ここ出ないから、どうせ赤コイン。で、絵画が、うった、待って、いや、これ体力より、体力より赤コイン優先だよな、体力より赤コイン優先だな。うわー、20減ってるんだけど、これ体力より赤コインだ。最悪そこに絵画があったらワンチャレンジ。待てよ、あー、ダメだ、うーん、ダメか、あー、体力100にしてから行きたかった。あー、だったらメディカルオーバキュームがいいな。ちょ、頼むわ、メディカルオーバキュームがいい、メディカルオーバキューム出て。あ、待って、え、いける、もう1グレード、え、何、あー、プロ参加なんだ。 MK さん勘違いしてたわ。じゃあお金集める必要あったね。じゃあ全然勘違いしてた、ごめんなさい。まあまあまあ、いいんですよ別に。かけさ、いや、いい、メディカルで、メディカルで、メディカルでいいよ。だって今オーバキュームはパワーアップしたから、もうメディカルあれば OK、 勝った、メディカルあった、うわー、よかった。あー、もうなんかぐっちゃぐちゃ今感情が、メディカルの方が良かったのに、もうぐちゃぐちゃ。いいです、何でも。何、あー、いるな、
これさ固定だよな確かな。ボスを見つけただよね。なんかねこういうのがねラスボスだった記憶はあんだよ私。えこれ待って、とりあえずサンプルでこいつを。やばいな、待てよ。あいや300か。あ300だったら余裕じゃない。いって何それ、やめてよそれ、新しい攻撃してくんの。はい、ここサンプルでメディカルオーバーキュームなんでハート出ます。ここしっかり回復。5分あるでしょ。どこいる、待て、どこいる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 、ミミミいるな。オッケーで、これ1プルごとだな。1プルでやった方がいいな。オッケー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 。で、1プル、壁使って、クソ。待て、まだいる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 。あー、君か。君、体力多いね。ちょっと待って、やばい。やばいけど、やばいけど、ちょ待てよ。ちょ待てよ。これ、2プルいくか。2プル。やばいけど、なんとかな。ちょっと待って。体力の話始まってくるな。え、これ体力回復できる？それで。そのさ、壺みたいなのって体力回復？オーケーオーケーオーケー。いや、メディカルオーバーキュームマジでありがとう。これ、絶対ボスはメディカルだ。ハケさんとかいらねえや。300だから。え、体力って固定かな？まあ、25回で300ってことはこれより高いことはねえか。まあ、エキスパートモードとかにすればもしかしたら、またか、うわ、赤は やめてほしいな。赤やめてほしいな。赤やめてほしいな。赤これ一発サンプルがいいな。一発サンプル吸い込んでハート出してくれる、ありがとう。待てよ、いるいるいる。そのハートあえて取っとくわ。でここニプルで、こちらルイージ余計。おいいよ、オッケーオッケー、ハートあるから。ちょっと待って、いけるわ。 MK さんうますぎるこのゲーム。あっぶね、ほらよし、残り100。1プルって大体10ちょっとなんか。今のダメ扱い。ちょっと待って、ダメダメダメ、本当に本当にやめて、本当にやめて。一旦サンプルで気に吸い込みます。サンプル、まあ、大丈夫大丈夫大丈夫、こいつが体力出してくれるから。おれで、ちょっと待って、だったらもう1プル重ねた方がいいな。メディカルオーバーキュームって別にサンプルじゃなくてもハート出るんだよ。オラ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 ね。だからこれ関係ない。でパシャって、メディカルオーバーキューム強すぎる本当に。で1プル1プル避けて、さらにここ1プル、うますぎる。はい、でここ1プル、ラストの1プル、素晴らしい。パーフェクトオブパーフェクトイズパーフェクト。どういうことか全然わかんないけど、クリアー、お花火になった。最上階をクリア、ハンタータワー、なんとか完全クリア達成することができました。最後はなんか、あ、お金一応回収せいってこと、この時間は。あ、お金回収するね。でトータルタイムが結構かかったんじゃない、1時間4分。まあこんなもんでしょう。まあ別にね、タイムで何かもらえたりするわけじゃございませんので、特にここは気にする必要ないでしょう。ということで、ふう、もうちょっとで3000ワットだったけど、まあ別にどうでもいいか。ギャラリーボーナスって何、新しいやつを、お化けを捕まえたらなんかさらにボーナスがもらえるのかな、ぽいね。まあ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 、とりあえず今回でどれぐらいギャラリーが埋まったか見に行こう。普通に考えたら5回10回15回20回25回だから5匹だけだと思うんだけど、この通常のさやつらってさ、こっちでもあれ扱いなんかな、そこが分かってないんだよ。通常の赤とか青とか緑とか、あとひび割れとかいるじゃん、あれがお化け国のやつらと別扱いで、そのテラータワーの方でも記録されるのか、それとも本当に特別なお化けしか記録されないのか、ちょっとそこを確認してもよろしいでしょうか。はい、ということでお化け時、テラータワーのお化け、あ、特別なやつだけだな。あー、特別なやつだけだ、なるほどね。お花柄と、あとなんか卓球みたいな、あ、いたいた、卓球、テニス、うん、バドミントン、わかんないけど、バドミントンか、うん、サッカーのゴール、わかんねえな。とりあえず1、はい、2、3、4、5、だからまあ48分の5やばすぎるやばすぎるだろこのゲーム。ということで、よし、じゃあ今回で、とりあえずハンタータワーは終わったということで、次回は別のタワー登っていければと思います。ローカルプレイでグループ探してますけども、お、ハンタータワーのフラスでエンドレスが選べるようになったぞ。そう、エンドレスがあるんだけど、まあこれはやりません。で、あ、ランダムってまだか、全部クリアしないといけないのかな。よし、じゃあ次回はクライマータワーですね。クライマータワーの25回ノーマルでクリアしていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。よかった、一発でクリアできて。